モダンな民族衣装を捉え、デメスティーサを着たダンサー油監修の上流階級の女性像。この絵の愛称、マリア・クララは衣装の別称に由来。バロトサヤはフィリピン女性の伝統衣装の一式のことで、ブラウスとスカートの衣。民族衣装であり、植民地時代以前の古来の服装切れに、植民地時代のスペイン帝国の装衣の両方の要素を組み合わせた。伝統的に、 ブラウス、ロングスカート、肩掛けのショール、スカートの上につける巻きスカートの4つで構成される。バロトサヤにはいくつかのパターンがあり、プリンキピアのみが着たマリアクララ、またはフィリッピーナは別名トラエ、デメスティーサと呼ばれる。地方色が強いビサヤの着物は刺繍入りの半袖、またはポンチョ型のブラウスとパタディオンのアンサンブルである。通称テルノという清掃のガウン。 それよりもカジュアルなバリンタークもあり、対する男性の清掃はバロンタガログという。バロトサヤはバロアトサヤの短縮型でタガログ語のシャツまたは衣類とスペイン語のスカートの合成語。文字通りブラウスとスカートを意味する。バロトサヤはアンサンブルで4つのパーツに分かれる。ブラウスとロングスカート、肩にかける小ぶりのショールに加えて スカートの上に着用する筒状もしくは一枚布の短い巻きスカートを用意する。バロを着用したマギヌー。ボクサーコーデックスフィリピンの植民地時代前、バロととは男女が共に身につける上下2点の服装であった。体に沿った長袖シャツの上にタピスと呼ばれる一枚布、または筒状の布をこし、または強硬に巻き、ベルトや糸を編んだ細体で固定したり、 片方の肩に結び目を作る。その上から襟のない簡素な形のシャツもしくは上着のバロを羽織る。女性はバロの上にブレスレットを着用する習慣で、これらの衣類はフィリピンのヒキリスト教徒のグループには現在も引き継がれている。フアン・ラベネット作マニラのメスティーソたち。18世紀フィリピンの女性は市松模様の細身のロングスカートを履いている。男性は ヨーロッパ風の服装。バロトサヤ姿の労働者階級の女性。ファビアンデラ・ラロサ作サ、フィリピン娘植民地時代のスペインの聖職者は、植民地時代以前の女性の服装を、つつましやかとみなし、タピスの下に着用する、ロングスカートを導入した。ビサヤ語ではこれを長い間、パタディオンと呼び、サヤと改めるのは19世紀に入ってからである。 18世紀後半を迎えたフィリピンで、女性は日常にパレスという基本形の服装にしを着こなした。一つは足首丈の鞘に襟なしの上着、またはブラウス。もう一つはパレスといい、鞘よりも細身で筒状のスカートを履いて、ウエストを紐で留め、腰幅との差は膝を折って、ピンで固定した。植民以前から引き継いだものは上着でスタイルはほぼ変わらず、 細身の袖はぴったりと手に添う。上下のアンサンブルとタッピスの組み合わせは続いており、着用方法は現在の巻スカート型よりもバラエティーがあった。肩にかける布はスカートと同じ透けない布で作ってあり、パニュエーロという名はハンカチを意味する。鞘を縫う布は初期にはビサヤの高地で折ったパナイが使われた。世紀後半に似た物が輸入され、特に インド産のカンパヤを取り入れている。18世紀の裾回りが狭いパレスは実用的ではなかった。1820年代から1840年代にかけ貴族階級の女性は伝統的な鞘から西洋風のロングスカート、鞘アラマスコダに切り替えていく。通常は足首だけで労働者階級の女性は働きやすいようにふくらはぎの半ばの短めに履き、子供には 膝丈も許された。社会階層が服装のデザインと要素にに急速に反映される19世紀半ば以降、例えばフィリピン女性の服装の特徴であったタピスの丈は1840年代から1860年代にかけて短くなる。先住民は丈を長くして身につけたものの使用人のエプロンに似ていると言ってスペイン女性と一部のメスティーソは嫌がった。 その様子は、ホセリサールの小説に描かれ、主人公、マリア・クララは根結でバロトサヤにタピスを合わせるものの、先住民出身で、半島人と結婚したドーニャー・コンソラシオンはタピスのない、洋装のドレスで登場する。ありがとうございます。